し、概念の第一のキーワードが、第二のキーワードより、時間的に後で起こる、何かを言及する、修字技法のこと。ゴールは、それが最初に置かれていることによって、より重要な概念として、注意を促す。論理学用語としては、不当過程の虚偽とも訳し、論点選手の一種である。投逆法の有名な例は、 ウェルギリウス、アヤネースの次の一文である語源はギリシャ語の、シグマタウイプシロンローニュー、ハステロンパイロータウイプシロンローニュー、プロテラン。日常生活で出会う、当逆法では、靴と靴下を履くという表現がそうである。順番から言えば、靴下が、靴より先である。ホメロスの、オデュッセアの構造は、より大規模に当逆法を活用している。物語は最初。 テレマコスが母ペーネロペーの求婚者に苦慮し、何年も行方不明の父、オデュッセウスの消息を探し回るところから始まるが、この場面は、時間的には、物語全体のほとんど終わり近くで起きる出来事で、ある。一方、オデュッセウスが出てくるのは、カリュプソーの島で7年を経た時点である。オデュッセアの、こうした、投虐法の使用は、 現代の映画やフィクションでポピュラーな枠物語と共有する要素を持っている。修辞技法である他に、当逆法は自然や論理の順番を逆転させたシチュエーションの叙述することにも使われた。ありがとうございます。